こんにちは。事業専門の税理士川南です。本日の動画は最近増えてきているオンラインサロンの運営について。私がね、実際にオンラインサロンを運営していて大変だったこと、ここ気をつけた方がいいなと思っていること、多々あるので、それをシェアしていきたいと思い動画にしました。私はオンラインサロンの運営、また Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、ぜひそちらの方も合わせてお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは本日の動画はオンラインサロン運営。まあ、サブスクっていいのどうなの実

にね、サロン運営を始めて3年弱が経つんですけどもやはり最初は大変でしたが今となっては、ね、やっておいてよかったなってぜひ、ね、皆さんもオンラインサロン興味ある方がいましたら、ね、ぜひ、ね、やってみてもらいたいなというふうに思ってますので実体験や情報をシェアするよというふうに今回の動画を作りました、えー、続いて、ね、オンラインサロンとはまず仕組みから解説していきたいと思いますオンラインサロンとはまず月額の会員制のオンライン上のコミュニティのことです要はオンライン上にグループコミュニティがあるということですねどういうものかといいますとその中でま 学びや情報あとねメンバー限定のコンテンツがあったりとかして、まあ、オーナーの考え方価値観生き方というものに共感したメンバーが集まってくるというのがオンラインサロンだというふうに思ってくださいこれね内容についてはね人それぞれ違ったりすると思うんですけどこのねサロンオーナーの業種とかによってねまた変わってくると思うんですけど、まあ、私はねビジネス寄りのオンラインサロンなのでメインはねビジネス系のオンラインサロンの紹介になってくるんじゃないかなというふうに思いますそしてこのオンラインサロンのいいところなんですけどこのね会員制ということで非公開なんですよね これがオーナーーナにににととっっってててももメメンバーにとってもメリットになってくるわけですこれがねどうしてかねおいおいスライドで解説していきたいと思います、はい、それではねオンラインサロンというのはね他どういうものがあるかというとねまあ有名なところ有名人芸能,芸能人もしくはね有名な方がされている方で言いますとやはり一番大きなのはこの西野昭弘エンタメ研究所だと思いますこれはねキングコングの西野さんが運営しているオンラインサロンなんですけどおそらく日本で今ね一番大きなオンラインサロンとなっているかと思います西野昭弘さんといえばね私実は2018年に西野昭弘さんを呼んで 講演会ををするっってことで300人の席をいっぱいぱにまたね、それはおよい、これ、クラウドファンディングをして集めた経緯があるんですけど、またね、それもまた動画でね、この経験、もしかしたら動画でするかもしれませんので、その時はまた楽しみにしておいてください。他に有名なオンラインサロンとしては、堀江貴文さんのイノベーション大学、まあ、堀江門さんがね、運営しているサロンですね。あと、落合陽一塾、落合さんがね、運営している。まあね、ビジネス系企業家の中でオンラインサロンといえば、この辺りが有名で、あとね、早い段階から、早い時期からあの運営をスタートされている 他にもね、もちろん芸能人の方がされていたり、ね、アイドルの方がされていたり、まあ、ビジネス起業家の方がされていたり、SNS の運営とかね、いろんな今オンラインサロン立ち上がってますので、いろんな種類があるんですけど、大きなもの、最初からね、やられてるというので、有名どこといえばこの3つじゃないかなということで、紹介をさせていただきました。私もオンラインサロンを運営してるんですけど、同業、要はね、税理士でいうと、大きいとこで言えば大越薫先生のマネリテ戦略室というオンラインサロンがあります。これはお金ののリテラシーをを上げるというのを目的として サロンになっています。そしてね、税理士ユーチューバーっていうね、もうイメージがついている広先生がされているオンラインサロンもあります。各ね、詳しくね、どんなサロンなのか知りたい方はね、それぞれね、調べていただければと思います。ここで一つね、アドバイスなんですけど、もし自分がオンラインサロンをね、運営したい、やってみたいなっていうふうに思ってる場合は、必ず何かどこかのオンラインサロンに入ってみてください。どういう風に運営しているのかとか、どういう風なね、コンテンツを上げているのかっていうことがすごく勉強になるはずなので、オンラインサロンに何にも入らないで自分がオンラインサロンを立ち上げる っていうのは不可能だと思ってください。なので、必ず何か1つもしくはね。おすすめやっぱ2つか3つくらいオンラインサロンっていうもの。を実際入って入会してみて、どういう風なスタイルで皆さんどうやって運営をしてるのかな？っていうのを知ることが大事かなという風うに思います。はい、それでは実際にね。始め方と運営方法について解説していきたいと思います。今日はね。オンラインサロンは月額会員制のサブスク。これは amazon プライムとか netflix のように月毎,月毎月、毎、え、月、ー、お客さんから固定で入ってくるというので、今注目をされているビジネスの仕組みになっているかと思います。 毎月入ってくる月額制というのは昔からあるビジネススタイルなんですけどもそれがねそのオンライン上でできるっていう風になって新しいものという風にオンラインサロンという名前がついて最近増えてきている状態だと思いますでこのサブスクがねどうなのかというとやはり月額で固定で入ってくるっていうのでメリットは大きいかなっていう風に私も個人的に感じていますまず運営方法についてなんですけども2つ種類があります1つ目の種類はプラットフォームを利用する方法ですプラットフォームってどういうものって言いますとキャンプファイヤーや d DMM のオンラインサロンというプラットフォームがあるんですね。それを使ってオンラインサロンを運営するという方法が一つ目の方法です。堀江カミさんのイノベーション大学とかお茶用一塾とかは確か DMM のこのオンラインサロンの方を利用して、やっぱりこのプラットフォームを利用して運営されていたかと思います。で、このプラットフォームを利用するのでいい点メリットはですね、顧客管理や決済システムをこのプラットフォーム上でできるのですごくその手間が軽減されるということですね。その代わりデメリットがありましてこれは手数料がかかります。どういうことかと言いますとこのプラットフォームにメンバーに なったお客さんから月額の、ね、会費が入ってくるんですけどもその決済手続きとかは顧客管理はプラットフォームがしてくれるんですけどその分手数料、まあ、管理費みたいな形で、まあ、10%か20%、まあ、そのプラットフォームによって手数料は違ってくるんですけども手数料分が引かれて自分のところに入金があるという風に手数料がかかると思ってくださいそして次2つ目の方法を紹介しますね2つ目の方法は自前のサイトや SNS で運用をするっていう方法です要はワールドプレスなので自分のオンラインサロンのサイトを作成してお金 SNS で運用する。例えば、Facebook の非公開グループを使ったり、今ですと Slack を使ったオンラインサロンも出てきています。またね、もしかしたらチャットワークなどを使ってオンラインサロンをされている方いるかと思います。というように、他のね SNS で運用するという方もいます。これはもちろんね、LINE を使うってある方もいますし、他のね SNS を使って、えー、オンラインサロンを運営されている方もいるかと思います。というわけで、他のね SNS を使って運用するという方法が2つ目です。そして、これのいいところ、メリットはですね、自由度が高いってところですね、プラットフォーム 使いますともうひな型が決まってますのでこの形っていう風に決まってるのでそれがまあ楽という点でいい面もあるんですけど自由度が低いので自分のねワールドプレスで作成すれば自由度の高いサロンができますしオリジナルティの高い、えー、オンラインサロンができるんじゃないかなという風に思いますその代わりデメリットは手間がかかるってことですね要は自分で顧客管理、まあ、入会や大会の処理もご自分でしないといけないですし決済手続きをどういう風にしようかっていうようなことも考えていかないといけないのでやはり自前のサイトは SNS で運用するというのは 手数料はねこのプラットフォームに払わなくていいんですけどもその分手間がかかるというふうに思っといてくださいでは次のスライドで実際に私がどうやってオンラインサロンを運営しているかについて説明をしていきますはいじゃあ私がねしているオンラインサロンの運営方法を紹介していきますね税理士川南の会議室というふうな名前のオンラインサロンを運営していますこれはオンライン上に税理士を味方につけるというのを目的として新しい形の顧問形式というふうな形で運営をしています聞きたい時にね でも相談質問ができるっていうのがメリットだと思います今日は、えー、私がどうしてこのオンラインサロンを始めたかというと顧問税理士を雇うまでもないとか味方につけるにはまだお金がないんだよねっていうようなところの個人事業の方を受ける受け皿みたいなものがあるといいなという風うな形で始めたのがこのオンラインサロンですね。新しい形の顧問形式っていうんですけどまあオンライン上でね顧問契約に比べたら比較的、えー、安い値段10分の1くらいで税理士を味方にオンライン上につけれますよというのを目的としたサロンを運営していますで実際に運営方法につ ついて解説しますね運営方法についてなんですけど、同じくこれ、月額制というのは他のの、ね、サロンさんと一緒だと思います。決済サービス、私は何を使っているかというと、ストライプを使っています。これ、ペイパルと同じですね、ペイパル、ストライプというふうに2つ、あの他にもね、もちろん決済サービスあると思うんですけど、私はストライプの方を使っています。で、ストライプ上で何をしているかというと、お客さんがサロン申し込みしたときに、カードの登録をするんですね、クレジットカードの登録です。なので、現金で会費を払うとか、振り込みで会費を払うっていうふうなことは私はしないようにしています。もう ここのの運営のカードで、決済をすするってていいう形だけオンリーにしていますで運営方法なんですけど、私は Facebook の非公開グループを使って運営をしています。オンラインサロンの解説っていうのは WordPress で作ってオンラインサロンっていうのはこういうものですよっていう解説をしてそこから決済のサービスね、まあ、申し込み手続きをしたときにカードの決済手続きに飛んでそこでカードで自動的に毎月月会費が落とせるっていう風になってその後 Facebook の非公開グループに初任に、まあ、リクエストを出していただけて私が申し込みと決済サービスカードがうまくっ かかししししてててていいいるるどううをををチェック Facebook ののこのグループに承認をしているっていう風な運営方法をしていますで私がこの Facebook を選んでいる理由っていうのはやはり Facebook は基本的に実名登録というとこがいいなっていう風なのを持って選んでいます他の SNS だとなんか匿名だったりあだ名だったりして本名申し込みの方の本名とそれを紐付けるのがすごく大変なんですねその点 Facebook は基本的にはあの実名登録になるのでその辺りの,このズレが少ないということで私は Facebook グループを選びました今はねあのスラックを使ったりと 他のもののももででででききまますす代用が全然できるようになりますので私が始めた時には、またこの Facebook の非公開グループでするっていうのが王道というか多かったパターンなのでその時から継続して今でも私は Facebook でやっていますけどね他のものでも代用できますのでぜひその辺りはね探してみてあのどういうふうなスタイルが自分に合ってるかっていうのは何人かの、ね、オンラインサロン入ってみて比較して検討すればいいかと思います。私の場合は、えー、と月額3500円で税込みの料金設定でやっています。どういうサービスかとか、えー、他の、ね、同業の方がいくらぐらいでやってるか。 っててていい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 ううのを調べていただいて決めればいいんじゃないかなかというふうに思いますはい、それでは私がね、実際に運営してみてね、苦労したところを次のスライドで紹介していきますね。苦労と大変なところ実体験をシェアします。まず1つ目の大変だった点は、軌道に乗るまでの10日時間です。これね、どんな、まあ、SNS もそうなんですし、どんなビジネスもそうなんですけど、私は2019年の1月スタートで今約3年弱オンラインサロンを運営しています。でね、やっぱりね、最初からそんなメンバーがいるわけないじゃないですか。皆さんゼロスタートでしますよね。最初ねね数人知り合いのの方が、ね、この オンンンラインサロン入っっててくださってその方数人で始めて今の段階まで持ってくるまでのやはりその最初メンバーがいないのにやるっていうメンタルを継続するっていうことがやはり一番大変でしたね。で私の場合はオンラインサロンはほとんど YouTube から流れてきますほとんど YouTube 見てオンラインサロン入ってきましたっていう方がほとんどになります。で今やね YouTube も育ってきたからサロン入ってくれる申し込みの方が増えてきたんですけど最初はねサロンメンバーも少ない YouTube もまだそこまでチャンネルが育ってないっていうことで1年半ぐらいは多分こんなやること あるのかなっていうぐらいの迷えるメンタルで実はね何回かねもうやめようかなって1回か2回ぐらいはちょっとちらっとよぎったことがありましたでも今となってはその時踏ん張ってね続けといてよかったなっていうのうな今本当に実感をしていますでメンバーがいないのにやっているメンタルが弱くなってくるはどういうのが原因かと言いますと私の場合だと顧問のお客さんを一件営業して受けた方がこの月額3500円のえっ、ー、とメンバーさん何人分になるかっていう風うになって考えてしまうと顧問のお客様を一件営業してもしくはね見つけてきて顧問を お願いしますって言ったところを受けた方が圧倒的に何、ね、手っ取り早いという変な言い方なんですけど収益的に考えたらこの時間を投下してるくらいなら顧問のお客さんを1件2件増やした方が効率的なんじゃないかっていう気持ちとこの葛藤をするわけですその葛藤時間この軌道に乗るまでの投下時間が一番苦労というか大変なところでしたそしてもう一つこれはやってみて気がついたことなんですけど入会大会の事務作業が地味に大変だということですこれどういうことかで言いますね入会してくるのはそんなに 大変なな事務作業じゃないんですけどやはりその大会処理とあともう一つ厄介なのがありましてこれですカードの対応が意外と大変なんですねこれ私やってみて気づいたんですけど残高不足があって引き落としができなかったとかあとカードの変更をしたとかカードをね変えるってことですねあとはあのカードの期限が切れるその未就金の追いかけをしないといけないとかこう連絡しづらいじゃないですか落ちませんでしたよっていうのってやはりなのでそのカードの対応そうだよねカードって変更することがあるよねっていうのをやってみて気が付いたので このカードの対応が意外と大変っていう風に思っといてください。一度ね、カードでね、登録者そのままずっと継続して引き落としできるんじゃないかなという風に思いがちなんですけど、意外なあのちょっと落とし穴があります。あとは入会ももちろんなんですけど、大会の連絡と処理をするのが、これがへこみます。やはり、大会したいんですけど、すいませんみたいな連絡が来ると、あなんか自分何かいけないことがあったんじゃないかとか、なんかあんまりいいコンテンツできなかったのかなっていう風にあの凹む。最初はほんと凹んでました。最近はね、そこまで気にしなくなったんですけど、やはり大会入会っていうのがある。 っっててていいいうのがサロンだだと思っておいてください入ってきてくれる方もいればやはり大会される方もいるっていうことは事前に知っておくといいかなと思いますどんなオンラインサロンでも、えー、と西野さんのオンラインサロンでも他の先生とかもね言ってらっしゃいますけどやはり入大会が激しいものだっていうふうにオンラインサロンは思っておいて正解だと思いますでもこの大会の連絡は分かっていてもやはりへこみますあとはコンテンツのネタ探しがやっぱり大変ってことですかね私のオンラインサロン平日は1投稿何か情報を投稿するっていうふうなルールがありまして毎日ね1投稿するんです やはりそのねネタを探すっていうのがね大変かなと思います私他の SNS もしてますので YouTube、TikTok、あとね Twitter、Instagram もねコンスタンスに、えー、投稿してますのでそれのね両方利率の大変さとまた差別化しないといけないのでこの有料の情報になりますので差別化するっていうことでどういったねもうちょっと濃いネタもしくはね皆さんの役により立つようなネタを投稿するっていうことのこのネタ探しというのがね結構大変ですねその代わり、ね、すごくいい点もありましてやっぱりメンバーと交流できるっていうのはすごくいいよくてあと 非公開のの場っていうのが自分のなんか安全の場というか安心の場もしくはなんか分かってくれるメンバーがいるということで自分にとっても救いの場になりますしメンバーから見てもその税理士に直接質問ができるっていうのは大きなメリットなんじゃないかなというふうに思っております。で先ほど言ったね最初に言ったようにこの非公開の良さっていうのがやっぱりありまして私としてもここだけの話ができますしそのメンバーしか知れない情報なのでちょっとね踏み込んだ話ができるんですよね外とは違って。でもちろんんねおお客客さんの内容を言うとか 私は一切しないんですけど、やはり外の SNS に出している内容よりは明らかに踏み込んだ内容、もしくはね、あの実際に私が税理士がどういう風にこの SNS 集客しているかという裏側も全部オンラインサロンに投げています。これが非公開の良さですね。あと、相談する側もここだけの話になるので、相談しやすいというのもメンバーから見た非公開の良さがあるかと思います。あと、定期的に私のサロンは Zoom サロンとメンバーと対面するんですけど、まあ、私との交流も図れるのもいいんですけど、そのメンバー同士、他業種になりますので、そこの情報交換ができたりとか、あと仕事 事の依頼が発生ししたりもしているようです私も実際にね、サロンメンバーにお仕事を依頼することはあります。というわけでもちろんメリットは多いんですけど、苦労した点、大変なところは実際にあります。では次にサロンで稼ぐにはどうすればいいかということね、コツを紹介していきたいと思います、はい。じゃあ次のスライドです。サロンで稼ぐには一体どうすればいいのか。まずこれ大事なことなんですけど、まあビジネスも一緒です。サロンのコンセプトをしっかりと決めることです。要は内容や料金、どんな価値を自分が提供できるのか、あとね、どんな人に届けるのか。これは本当に 本当にビジネスと一緒で最初のコンセプトをしっかり決めないと長続きしないのでサロンを作る際には必ずコンセプトは決めるようにしてください。よくね誤解されてる方がいるんですけどサロン運営すれば儲かるだろうっていう方いらっしゃるんですけど自分のねビジネスも需要がないのにオンラインサロンを立ち上げたところでじゃあサロンだからっていう風に需要があってメンバーさんがたくさん入会してくるなんてことはないのでそこは誤解のないようにしてください。そして2つ目運営方法を決めましょう。先ほど紹介したプラットフォームをどうするのかプラットフォームを使うのか自前でやるのかあとは決済方法はどこを使うのかどこのね SNS を使ってて運営するののかかといいうのは決めななければなりませんそこで注意点なんですけど、私今ね、Facebook の非公開グループで運営してるって言ったんですけど、一度そこを使うっていうふうに決めてしまうとなかなか、じゃあ次はこっちでサロンやりますって言ったときにメンバーさんを移動させるのってすごく時間がと手間がかかることなんですねで。もちろんメンバーさんにも手間をかけさせてしまいます。ですので、よく考えてどういうふうな運営方法でやるかというのは、一度決めたらなかなか帰れないというふうな覚悟を持っておいた方がいいかと思います。でですので慎重に自分 にはどういうものが合ってるかよく考えて運営方法このプラットフォーム使うのか使わないのか決済方法を決めた方がいいかなっていう風なアドバイスをちょっと先にやってる側として送りますはいそしてね先ほどもねちょっと言いましたけどオンラインサロンやれば簡単に稼げるっていうものではないのでそこは注意してください結局ね途中でねなくなるサロンもすごく多いですやっていたサロンいつの間にかなくなったよとかね解散してるなっていうサロンも多いです結局はね時間等価と作業量継続するっていう力が必要になってきますこれ結局ビジネスとね同じことだと思ってくださいあとは サロンンンオーーナのハンドリングっていう力量があの必要になってきます要はサロンの雰囲気がいろんなメンバーさんが入ってくるので、まあ、引っ張られたりこっちに寄っちゃったりとかする時があるのでそれをうまくハンドリングする力量がサロンオーナーには必要になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。あとはまあコンテンツ自体がいいものかどうかあとオーナーの人柄や魅力も大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。で不思議と私も思うんですけどこのサロンのメンバーが人数が増えるっていう時はオーナーの器の容量が広がった時だなっていうふうにあの感じています。実際にねサロン 運営していってまあ、徐々に徐々にやっぱりね。運営の仕方とか。まあ失敗したりトライアンドエラーをして上手くなっていくわけですよ。そうなって器が広くなるとサロンメンバーがその分増えるというね。不思議な状況になってきてます。ですので、やはりこの人数をある程度持つ器がないと、その人数が入ってこないというふうに思ってください。そしてもう一つ、私もここ工夫してる点なんですけど、線引きをきちんとする工夫は必要かな？というふうに思います。オンラインサロンしかねされてない方はいいんですけど、私みたいに本業のまあ、顧問依頼があって他にもね。youtube とか sns 他色い々ろいろやってるんですけど。 オンラインサロンとその他のサービスの線引きはきちんとする必要があるかなっていうふうに思います。私の場合は、顧問客とのそのオンラインサロンとの完全な線引きはマンツーマンの時間が取れるか取れないかですね。オンラインサロンでオンライン上ではいつでも質問することができるんですけど、マンツーマンではやり取りメッセージをしたりとか、マンツーマンで zoom でやり取りっていうふうなことはできないようになっています。そこはね、顧問のお客さんだけの特権になっていて、私がお客さんのとこに行って打ち合わせで2時間3時間。時間をしっかり取ってマンツーマンで対応するっていうのがやはりね。顧問のお客さんの価値になります。 ので、そこの線引き、あとはね、オンラインサロンと、えー、無料のね、情報を出しているものとの線引き等も必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、線引きをきちんと工夫するようにしてください。ここもね、最初にきちんと決めておかないと、えっ、ー、とね、サロンについつい全部ね、情報を投げちゃったりってしてしまうと、他のね、優良のお客様に失礼になるんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりお気を付けください。はい、それじゃあまとめです。オンラインサロンとはね、決してね、あの楽に簡単に稼げるものではないというふうに思ってください。ビジネスと一緒です。本当に小さいビジネスみたいな形。 で、結局ね、やることはやらないと成功することにはなりません。でも、やはりそうは言っても、やはり月額制の良さはあるなっていうふうに思っています。ある程度メンバーが集まると、お金が入ってき収入になりますので、その良さはやはりあるんじゃないかなと思います。そのね、メリットをね、どう捉えるかっていうのは、人それそれじゃないかなと思いますけど、ぜひね、オンラインサロンやってみたいなとかね、気になるなという方はね、トライしてみてもいいんじゃないでしょうか。私は今の段階でやっておいて、本当に良かったなっていうふうに思っています。やはり新しい出会いもありますしね。サロンをしたからこそ、あの出会。えた。人っていうのも。 いいいいまますすすのでそののででそあたりりやはっっておいておかななというふうに思いますあともう一つのポイントなんですけどオンラインサロンの位置ですね先ほど言ってましたように線引きをねきっちりすることっていうのも一つ大事なことですしあと本業他の SNS の立ち位置をきちんと決めておくっていうのが大事ですねオンラインサロンではこういう内容投稿 YouTube ではこういう内容 TikTok はこういうのだよねっていう方でもしね他の SNS いろいろされてる方もしくはね本業との線引きということでオンラインサロンの立ち位置っていうのはきちんと決めてから運営する方がいいかなというふうに思っておりますというわけで オンラインサロンの運営の実態をシェアしました。本日の動画は以上になります。このようにね、自営業フリーランス向けに役立つ情報をシェアしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと高評価ボタンのグッドボタン押してもらったり、コメントいただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、先ほど言っている私のオンラインサロンなんですけど、えー、質問相談いつでも OK ですね。これオンライン上で、これが1つ目のメリット。2つ目が定期的にサロンズームを開催していることです。そして3つ目、税理士の裏側を公開する。まあビジネスどうふう風にやってるのとかね、 スで集客どうやってるのっていうような TikTok や YouTube の裏側また新しい税金情報や経理情報が来ましたらオンラインサロンのみに優先して投げております概要欄に URL 貼っておりますので私の、ね、オンラインサロン気になるなっていう方はぜひぜひチェックの方をお願いしますほとんどね YouTube から来てるメンバーさんばっかりですので知らない人ばかりでどうしようっていう心配はしなくても大丈夫かと思いますはいもう1点です 私は自営業フリーランス向けに本を出版する予定です今絶賛執筆中です2 0 2 2年の1月に出版予定で Q&K 式になってます、まあ、必要なね経理、税金確定申告の知識をぎゅっと詰め込んだ内容の本にする予定ですのでぜひそちらの本も合わせて出版されたらよろしくお願いしますまたね、こちらで Amazon 予約と始まりましたらお知らせしていきたいと思いますはい、それでは本日の動画は以上になりますぜひね、オンラインサロン興味ある方初めて見てはどうでしょうか最後まで見てくださった方いつもありがとうございますまたの動画でお会いしましょう 税理士川南でした。それではまた。